はい、こんばんは、島津です。デイメア1994、続きからやっていきたいと思います。前回はね、秘密の研究所に救助に来たんですけど、この中には謎の金属、あれなんて言えばいいんですかね。電気生命体でいいですかね。うん、電気生命体こと、ラムか。うん、ラムが、出現していて、まあ石を持ってるのか持ってないのかまた定かではないんですけどね、死体に取り付いてその死体を操ってね、生存者たちを襲ってくるといったね、脅威の生命体が、存在しておりました。身体能力のね高い、化け物ゾンビなんですけど、まあ対処法自体は確立できてるんで、まあそれを駆使して生存者をね、探していきたいと思います。あとこの研究所で何が起きたかっていう真相もね、探っていきます。おいやいや、嘘嘘嘘嘘。は？痛い。待て。危ない。やばい。弾切れた。いた。あ。そうだった。直線上の速度が速いだけじゃなくて、急加速でね。移動をするっていうこともしてましたね。そういえば急に横にねビュンって動いて、あの攻撃を回避したり、だからかなり厄介なんですよね。危なちょっと待って、もう弾なくね。弾がね何発、いやまだ60発あるか。でも今そうだね、30発近く使ったから、うわえぐい。やっぱ1体倒すのに、ま、10発から15発ぐらいですよね。怖っ。Radek, are you receiving me? Radek! Shit. Radek's DID locator is active, but it doesn't seem to be moving. I hope. No. I don't even want to think about it. Radek っていうのは、今投入されている部隊の生き残りですね。どっか別のとこにいるんですよ。いや、ほんとね、一作目よりかね、より怖くなってる。一作目もすごく面白かったんだけど、アンコロよりかはえぐいわ。さて、ラデクは、どこにいるんでしょうか。また死んでますね。同じ部隊の。え、なんだ、なんか光ってるよ。気のせい？あ、気のせいか。まあ、ここでもね、戦闘があったみたいですけど、そうだね。生き残れなかったみたいですね。相打ちって感じかね。あれ？この人見て、手の肉が食われてます。見た限り電気攻撃をしてくるって感じだったけど、どうやらね、捕食もするみたいね。で、回復薬来ました。応急処置キット。これがないとね、回復できません。B を長押しすれば回復できる。ありがたいね。ショートカットの回復は。なんじゃ、来いよ、バボン。It came out of nowhere. And what was that noise? ね、こいつらがいるところでは何かしらノイズがね、聞こえますよね。それがまあ近くにいるよっていう合図みたい。現状ね、まあこれを頼りにして臨戦態勢を整えていくのがいいと思います。で、コンピューターがあった。開いた。おお。Ship inside Area 51. これ船？っていうかここエリア51なの？なんか今エリア51みたいな言い方したけど。Radek, are you receiving me? Please respond. I've located the burned out area. Radek, are you receiving me? 奥がね、炎上してますね。向こうでまあ何かがあったっていうことはわかります。うん。どでかいタンカーですね。弾くれ、弾。来る？あ、しまった。どっか見ろって書いてあったけど。
確認が遅れましたね。まあ、あっちから走ってきそうね。そりゃなんかわかる。ここは開かない。ちょうどセーブポイントがあるってことはそうでしょうね。うん。ちょっと人騒動ありますよ、ということを言ってるんじゃないでしょうか。弾はないよね、もう。多分走ってくるよね、これ普通に。どうだ？ほら。来いよ。来いよ。来ない？あれ、いる？なんだ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 、どう？大丈夫？ああ、よかった。そういうことね。って言っても来るでしょ？声も聞こえてるし。はい。どんな感じ？構造は。こっちか。来い。来るなら。お決まりパターンは知ってるから。来ない？来ないね。ゆっくり。はい。広いね、この工場。そしてここもね、初期のデモ版にはありませんでした。すーごい入り組んでんね。あー、いる。いるよね。なんだ？あ？死体が潰れた感じ？それともなんか別のタイプ？別のタイプの予兆ですかね。いや違う。単純に死体が潰れた感じだ。ああ、上に手がある。だから、さっきのゾンビにやられた人でしょうね、これは。ぐっちゃぐっちゃ。やっぱ捕食はするみたいね。単純に。電撃ビリビリして殺すだけじゃなくて。頭が。ああ、すごいね。これは研究員ですかね。ここにいた。研究員が襲われてしまったんでしょうか。待って、裸ん。いや、裸じゃなかった。研究員がいたわ。ここの。いや、狭っ。ちょっと怖い怖い怖い。光源が足りないよ、光源が。マジで。OK？はい、取った。ちょっと待って、ショットガンにしとこうか。狭いかんね。来る？来た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 。ちょっと待って。いや、こっちは大丈夫だった。ま、こっちは、あ、繋がってた。こっち繋がってた。来るよ。繋がってたってことは。アイテムはない。アイテムなし。OK。これ船の中っぽいな。違う？違うか。船の中ではないか。ないよー！危ない危ない。うわあ！いや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 ！違う。入んだって、入んだって。マジで入んだって。もう後ろ向いたら目の前だよ。余裕がなかったね。だってさ、声が聞こえた瞬間、まだね、近くに寄ってきてなかったんだよ。だから、ここで距離離して、後ろ向いて、ちょっと間を置いて、ね、来るかと思ったけど、もう目の前いたかんね。これは脅威だ。マジビビる。っていうか、ショットガンが正解だ。だったね。やっぱ予想通り。狭くて、そう、距離が取れそうなとこがないから、もう一発の威力の方が、でかいのがいいかなって思ったんだけど、正解でした。あーよかった。吹っ飛ばしたよ。もう出ないよな。あ、出ない。よかった。おー！叫んじゃうってね。いや、みんなこのゲームいいからね。ぜひとも遊びましょう。っていうか、物語のね、ことを、ある程度知っときたかったら、一作目からね、遊ぶのを自分はおすすめしますかね。一作目はね、日本語で遊べるのは、PC 版だったら、DMM ゲームズ。これはね、どうやらね、独占になったみたいで、Steam 版もあるんだけど、そっちはね、日本語化されてないんですよ。だからちょっとね、手間がかかるんですけど、PC 版は DMM。で、家庭用ゲーム機なら、P
PS4 版が日本語、違う、国内販売向けに発売されてます。値段もね、そこまで高くないんで、確かね、3000円から4000弱ぐらいだったかな。の値段で販売されてるから、全然買いやすいんで。うん。よかったらね、探して遊んでみてください。I've never seen anything like it. アンなの見たことない。アンサキか。アンサキの光のこと言ってんだ。で、ここはどうやら船だったね。うん。なんか船っぽい作りなんだけど、あれ船の中入ったっけって思ったけど、船でした。うん。下か。これは来んね。あ、来いよ。走って来いよ。来んだろ。知ってんだぞ。代々お決まりだかんね。これはなんだ、あ、はい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 。ね、この先は何があるんですかね。なんか雰囲気からさ、あの金属自体はさ、宇宙人の贈り物的な感じな雰囲気もするよね。前方に死体がありますね。こういった電気のバチバチとか異常も敵が近くにいるっていうことを知らせてくれてるんでしょうね。うん。ほら。なんか、ブーブー言ってるよ。ブーブーって。うん。なんよ。来いよ。死んでる。ブーブー言ってる。ブーブー言ってる。なんね、なんが不満なのね。こんだけ人を殺して。まだなんか物足りないのね。ほらほら、ブーブー言ってる、ブーブー言ってる。まあ、みんなに聞こえてるかようわからんけど。どこだ？すげえブーブー言ってんですよ。え、赤タイプ来た？赤タイプまずいんすよ、実は。危ない危ない危ない。危ない、大丈夫大丈夫。うん、こいつら。大丈夫、問題ない問題ない。確かにね、動きの方は早いんだけど、攻撃するときその場でピタッて止まって攻撃するんですよね。だからこっちがやつとの進行方向とは逆に走ってれば、今んとこはね、捕まんない。それが奴らの欠点。ただこっちも動きを止めてると、うん、捕まるからね、そこは注意なんですけど。もしかしたらここ改善されるかもね。攻撃するとき、やっぱ前のめりにこう、ガーってくる、なんか姿勢を、モーションが追加されるかもしれない。おー、赤タイプが。バンバン言ってる。そう、赤タイプのね、特徴忘れたんだけど、結構やばいやつだった。うん、やばいやつだったはず。じゃあ、上行って。じゃあな。あ、破ってくる？あ、やんだ、やんだ、やんだ。ここにいても意味がないってことで、ラムが、どっか抜けて、また移動を始めたって感じなんですかね。ロデックス、ロケーターは near by。He must be around here somewhere。カードキー？アンダーソン、アンダーソン？あれ？この人探してましたよね、確か。アンダーソンの音声記録。Damn it! This is not how it was supposed to go down. We had a deal.You guaranteed a clean extraction. And now you've sicked your goddamn bloodhounds on me? Shit. Those things are everywhere. They're snatching people and dragging them away. Hey, you there! Hands on your head! Identify yourself! Jesus, take a chill pill, ladies. I'm the least of your worries down here. どうやらアンダーソンはこの政府の機関とは別のとことね、うん、コンタクトを取っていたみたいね。で、まあ、ここの情報を持ってくるか、うん、この研究所を
なんつうのかな、あの金属を使って、暴走させて、傷つけてから、まあ、脱出するっていう契約だったっぽいけど、それが守られてなかったみたいね。で、こいつがね、アンダーソンかどうかっていうのはちょっとわかりませんね。まだ、音声記録の中では死んだ風には聞こえてなかったんで、たまたま音声記録をここに落としただけかもしれない。ああ。Roddick! Roddick, no! Oh my god! Are you alright? Are you hurt? So you can be friendly if you feel like it. You need to be an asshole. What happened to you? Ugh, save your resuscitation techniques for those two nice guys down there. Don't be a dick. What happened? Where's Foster? He's chasing an old friend. What? We found the contact with Section 8, got there before us. They tried to negotiate, they didn't want any trouble. But you were in a hurry, right? Not me this time. It was the commander. He was in no mood for small talk. He blew the briefcase out of Anderson's grip along with most of his arm. He shut the contact? Yeah. Kinda took me by surprise. Where's the briefcase? He took it. We killed two of them, but then... That guy... The one who took me out, even Foster couldn't hit him. I don't know what happened to him. Who are you talking about? He was Section 8. Foster called him... Gora? He was given orders like he was straight from the goddamn movies, but... He wasn't fucking around. He and Foster seemed to know each other. Maybe that's why they were playing nice at first, or maybe the whole thing was just a fucking... trap! Calm down. You can't stand. You'll have to wait here. We have the briefcase. We'll be out of here soon. If we find Foster before Gora does. Whatever it is, it's a big deal. Foss talks about it like it's the holy fucking grail. Jesus Christ, Roddick. Haven't you seen what's out there? Yeah, I have. I can't explain it. They seem to be animated by some kind of electromagnetic anomaly. Have you been playing scientist with those goddamn monsters? I found a laboratory. They were researching some kind of metal. It must have something to do with all this. Listen. Foster knows a lot more than he's letting on. But you should stay out of this. You're not prepared for this. You need to get out of here right what? Now. What? No way. Get back out there. You need to wait for Foster and me to wrap things up. We don't need you here. Are you kidding? You can barely move. Look at you. Haven't you noticed? Bullets are not enough. You'll get fried as soon as you step out that door. They broke my radio. If we split up, we won't even be able to communicate. Exactly. You need to stay here. I'm going to find Foster. Absolutely not! Are you serious? I am giving you an order, Reyes! Listen. Do you think I'm scared of any of it? This place? Or a fucking court-martial? You said so yourself. All I have to go back to is an empty apartment. I can't lose you too. Reyes. Get out of here! Reyes! Open this goddamn door! Sorry, Major. I'll be back for you later. Now, Foster doesn't have any kind of locator. How the hell am I supposed to find him in this maze? 今の話を整理すると、ダリラたちが所属してるハデスと、こちらの文章に出てきた、作戦命令に出てきたセクション8っていう部隊は全く別物みたいです。で、さっきアンダーソンの音声記録手に入れましたけど、そのそばにいた死体がアンダーソンだったみたい。手のところよく見るとね、片腕なくなってたんですよ。そしてアンダーソンとセクション8の奴らが接触して、
アンダーソンはどうにかね、交渉に持っていこうとしたんですけど、その交渉をする余地が全くない状態で、アンダーソンはね、殺害されてしまったみたい。そして、腕に、手錠かなんかでね、一緒に、繋いでた、ブリーフィングケースがね、奪われたみたいですね。で、その後、ラデックと、フォスターっていうね、隊員もいるみたいですね。の、その二人と、セクション8の隊員が接触して、戦闘になったみたい。その戦闘で、ラデックが、セクション8の隊員二人を倒したんだけど、そこに、セクション8の三人目が現れて、ラデックがね、撃たれてしまったみたいですね。その時、フォスターの方はね、応戦できる状況っぽかったんだけど、どうやらその第三の人間と知り合いみたいで撃つことができなくて、その結果ブリーフィングケースは持っていかれたと。その後に、フォスターはそのね、男を追っていったみたいで、名前がね、ゴーラって名前でしたよね、確か。で、ここに載ってるんですよ、作戦命令のとこに。作戦調整、ディレクター A、ゴーラ軍曹って。多分この人のことを指してますね。うん。この人をフォスターが追っていったみたい。そしてこれからね、フォスターがこの、事件のことを詳しく知ってそうだからっていうことで、ダリラはフォスターを探しに行くみたいです。それじゃあまあ、フォスターはロケーターを持ってないみたいだから、まあ、そうだね。自力で探していくしかないっぽいね。死体がいますけど、なんか形がおかしくない?他の死体とはなんか違う雰囲気があるけど。ん?ああ、これあれか。今後役立つアイテムですね。確か。え、嘘。Who the hell are you? And what are you? Fuck. You're nothing but a coward. A disgusting, traitorous coward. You got what you deserved. Did you really think you could make it?Managed to kill a lot of them with that device, but you'll need more than liquid nitrogen to survive hell. Courage, perseverance. I feel sorry for you. You chose the wrong path, and now you're lost forever. But not you. You aren't lost yet. There's still hope for you, girl. The operation is still in progress. Who the fuck are you?Gora? Don't you really think that weapon will make any difference? It didn't save him, and it won't save you either. If you want to save yourself, you just have to choose the right side. Come out and face me, you bastard! Follow your orders. Shut up! This proton pack thing works. 来ましたね。そう、これが新しい、まあ、戦闘で活用するガジェットですね。で、こいつがホスターだったみたい。で、無線で話しかけてきたのがゴーラで、まあ、その装置を使っても結局は助からんぞみたいなことを言ってね、連絡が途絶えましたけど、これね、結構使えるんですよ。どうすんだったっけ。フロストスプレーはね、エイムして RB。ああ、そう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 。ゴーラが話してましたけど、液体窒素をね、照射する装置なんですよ。で、これはね、例の、ゾンビたちにはかなり有効な
手段の武器で、冒頭のファイルにも書かれてましたけど、あの金属は0度以下に保たないといけないみたいなことが書かれてましたよね。つまりこいつらゾンビたちは冷気に弱いんですよね。はい、まあそういった感じですね。そうか、フォスターはもうこのままなくなるんですね。会うことはなかったんだ。そしてゾンビにね、吹きかける以外にもね、こういった感じで炎を消すこともできます。かなりね、あの使い勝手のいい装置です。液体窒素は一定時間経つと徐々に回復していくんで、またね再度使えます。うん、そうか、ここで手に入れる装置だったか。さあ行きましょうか。多分ね、あ、ここはね見覚えある。こっから自分の知ってる、うん、エリアに入ってきた。待ってね、もうちょっとするとね、敵も出てくるはずなんだけど。まあ、消化して。これどっちが正しいかね。向こう行こうか。うん。奥になんかあるかも。おっと？みんな見てよ。どうやらね、この世界にもね、至るところに人形があって、壊すと何かしら得点がもらえそうだけど、形見て。エイリアンだよね。つまり、あの金属自体は、エイリアンが不時着した、まあ、その宇宙船から採取した金属なんじゃないですか。その可能性がすごい濃厚ですよね。この人形からして。じゃあ壊します。はい。なんだ？大丈夫？あ、ありがたいことに、このエリアには、マスコット、フィギュアが一つだけしかないですよっていうのがね、わかるようになってる。これで取り逃しはね、少なくなりますね。あー、なるほど、なるほど。なんか全容が見えてきましたね。あの金属は何なのか。まあそこら辺の詳しいところは後々出てくると思うんで、ね、ちゃんと進めましょうか。これなんだ？あ、これあれだ。そう。フロストグリップカートリッジ。瞬時に液体窒素をね、回復させる。うん、装置。装置じゃないか。カートリッジ。だから、やばい時はね、もうこれ使って一気にチャージさせるのがいいですかね。で、これは無理だね。フロストバレット？そんなんあったっけ？LT を押す。RB でフロストバレットを打つ。ん？ああ、そんな感じか。はいはいはい。長押しだとスプレー。単発押しだと、うん。球状にした液体窒素を放つって感じ。いや、超便利ですね。で、ここなんだけど、ここはね、実は今、熱がすごいよっていうことを表してて、タンクはもう満タンね。うん、今こんな感じで熱がね、こんだけあるよって言ってんだけど、一定量まで熱を下げないといけないんですよ。特に A3 が一番、そうだね、溜まってるんで、まず A3 から冷やしましょう。オッケーオッケーオッケー。どんくらい？いった。はい。冷やして。あ、そうやんだったね。氷切んないとダメだったわ。オッケー。間に合うかね。早く。あー、ダメだ。まずいまずい。はい。早くせんと。オッケー。開いた。よかったよかった。そう、こういったねギミックもあります。あ、嘘？そういう感じか。待てよ、しまった。早めにここは抜けんといけんかった。はいはいはい、急げ。チャンネル登録、コメント、高評価
していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。